かし青木拾ってスペースへ、さあゆるきやりきってもいい局面、折り返して興梠、試合を決める2得点目。最後は心にくいチップキック興梠、見事でした。あ、その前に清水の決定機がありましたからね、はい、まあ、イメージで蹴ってると思いますよ。コントロールしてから、ね、足振るまでが早かったですね。まあ、清水からすると、まあ、どうしても全体が前出てますからね、仕方ないかなっていうところはありますし、6ターンがあれだけ出てきても冷静に、まあ、距離感しっかり掴んだ中で浮かしてますからね、はい、さすがだと思います。